ベニシウスが入る。ミト狙った。シュートを狙ってきた。先制のチャンス。ファーサイド。おお、バイスのシュートがそのまま吸い込まれました。岡山先制。徳松選手が、まあ、あえてファーに蹴りましたし、バイス選手が競って、まあ、これ柳選手が最後触ってますね。触ってますね。柳の得点ということになります。ゆっくり助走に入って決めてきた。左隅先制。アウェイザスパ草津群馬。8番の岩上、今シーズンの2ゴール目。スピードのあるシュートをコースギリギリに決めてきました。まあ、スピードといいコースといい、まあ、ちょっと南選手からしてもノーチャンスですかね、うん、ある程度蹴るコースっていうのは決めていたようには見えましたね。山中、左に大きく開いているのは38番の天笠。ゴール前送ったボール、加藤だ。スピードに乗っていく。ゴール前シュート。ザスパクサツ群馬追加点。平松周、久しぶりの先発起用に応えました。今シーズンの3ゴール目。平松選手への見事なパスですよね。まあ、平松選手も冷静に右足で逆サイドに流し込んだと、まあ、素晴らしいゴールでしたね。前に送っても白いユニフォームの選手はここにおりません。矢島、スペースがある。フリーになっている矢島がちょっと長いか。いや、折り返した。そして川田、ゴール前来た。大宮アルディージャー。後半57分、菊池が決めました。ここのダイレクトで素晴らしいコースに流し込みましたから、まあ、菊池選手もよく詰めて、まあ、難しいボールでしたけどショートバウンドでしっかり合わせてゴールしましたね。いや、これは大きなゴールじゃないですか。1点差を守るか。ザスパ草津群馬、キッカーは武田。カーブしてくる、正面に来た。ヘディング、西村。から続けた猛攻が実りました。まあ、西村選手も非常にこう距離があったので難しかったと思うんですけど、うまくこう隅にヘディング流し込みましたよね。いや、見事なヘディングでしたね。さあ、今が勝負どころ。時間は68分になろうというところです。武田が蹴ったボール、外フリーだ。矢島、後半だけで3発、見事な大逆転劇。決めたのは矢島慎也、今シーズンの3ゴール目。第6節岡山戦以来の矢島のゴール。まあ、本当に難しいシュートだったと思いますけど、よくニアを打ち抜いて、まあ、少し串引き選手がね、馬が今中に入っていきます。高木俊之、入っていった。福光マイナスの勝負だ。宮城打った、正面、もう一回押し込みました。先制、千葉。ボックスの裏、まあ、ポケットの部分をしっかりと取れていました。2機ですか。そうですね、はい、決めてほしかったところですけども、このしっかりこぼれていたところ冷静に、ね、しっかり蹴り込みましたね。まあ、関も一発目、ね、よく真正面でしたけど、よく止めましたけどね。前に一つ、左も一人、右もいます。そこに通った、高木俊之入ってくる。高木落ち着いた。ニアに決めました。2対0。冷静によく見て流し込みました。2試合連続のボール、高木俊之。
見事なカウンターでした。見事でしたね。関の、ね、位置を見て高木鈴木もねここ冷静にニアが空いてるのを見つけてて冷静に流し込みましたね。落ち着いてましたね。まあ得てして中塩からのボール対角線のボールこれ奥山が跳ね返します。おセカンド奪った。ここから右サイド広げる一投クロスが入っていく。小川の向こう長谷川だ。先制横浜 FC キャプテンが結果を出しました。長谷川達也電光石火時計記録としては9分でしょうか。横浜 FC 先制に成功しました。はい、絞り切るには少しお腹時間がありませんでしたね。はい、横浜は2枚替えの準備をしています。和田と山下が準備をしているという情報です。一応入ったベニシウス・アラウージョ。ベニシウス・アラウージョ来た。町田同点に追いつきました。今シーズンの2ゴール目一発のチャンスをものにしましたベニシウス・アラウージョ。まあ、少し角度ありましたけどね。はい、しっかり枠ブロー打線キーパーの位置もしっかり確認した中でのインフロントでのシュートでした。中央抜けていったシュートだ。先制に当たった。松田が入っていきました。前半の終盤に新潟先制。抜けてるんですよね。これキュッと相手の逆をついてでこのスパスタッチですよね。松田のタッチからシュートまでも非常に速かったですよね。新潟ボール水戸4対3新潟数的優位。水戸狙った大きな追加点新潟。後半から入った水戸今シーズンの初ゴール。相手の選手が水戸がドリブルするスペースを空けましたよね。で最後は思い切ってこう膝下でこうミートするような振り抜くというよりは膝下でバシッとミートするボール蹴り込んだっていう感じですね。最後はこうあれですね看板を。後半開始から間もなく6分後半2本目のコーナーニアで山崎こぼれ球河合シュートを狙ってきた。先制は山形強烈な一発右の隅に決めていきました。ワンタッチから難しいシュートではありましたけどこの思い切りが生んだゴールでしょうね。ワンタッチした時にはおそらくシュート非常に、得点の匂いというのはしてますよね。そうですね、この時間帯に得点が欲しい長崎巻いてくる後ろエジカルジュニア2試合連続このコンビ。まあ、水戸の空間スペースが入ったところに入れたと思いますし、まあ、エジカル選手がこう動きで何か変化を加えて入ったというような動きはしてなかったんですけども一瞬の動きちょっと流れてしまいましたね。まあ、今コントロールが決まれば、はい、しっかりとそのゴールまで迎える局面ではあったと思います。やはりでもあのアンカーの脇なんですね。うん、そうですね。まあ、今ねここでカットしてシュートが来た。見逃さなかったですね。アウェー仙台先制23分。フェリペカルドーゾ2試合連続ゴール。コントロールの仕方、コントロールの置き場所ですよね。ニアにもファーにも打てる状態のところにしっかり止めれてますから、うん、まあ、キーパーの田代選手としては非常にもう難しい条件が重なったと思います。なのでもうコントロールでこの得点は決まってました。
中島が蹴ります。キーパーのディフェンス間、ピンポイント、平岡です。セットプレーから追加点仙台。もしこぼれ球になったとしても2人3人しっかり詰めることができてますから、うん、そして何よりフォワード19番の豊田185センチ、クリアで弾き返す、後ろ下がってシュートコントロール、ー決まった。先制は金沢。キックもね、今いいボールでニアリすらしてどうだろうっていうので、はい、田口選手にとってはもうブラインドになりながらどこに来るかわからない、ちょっと当たったかもしれないですね。ちょっと当たってるかなっていう感じはしますけれども、いずれにせよ、はい、このシュートは抑えた、よくね、よく抑えたいいシュートですよ。そうですね、はい、ここまで全試合出場です。最大のチャンスを得た琉球は草野、決め切りました。追いついた琉球、代わって入った草野。白井選手の駆け引きに勝ちましたね。そうですね、ただ白井も読んでいました、はいはい、読んでいても取れないところに流し込めたところが良かったですよね。草野選手ね、キーパー見てますよね、はいはい、甲府宮崎に通った梶川のスライディング、それをかわす三平から山田へのボール、決まった。先制はヴァンフォーレ、三平から山田陸。前半17分、一瞬の隙を突きました。見ながらこの後ですね、出した後中見ながら出したんで食いつかれたところあったと思いますね、ヴェルディのディフェンダーは。最後は落ち着いて山田陸決めました。これシュートのモーション少し入れてますよね、三平ね、はい、そのこと。決めました。駆け引きの上、キーパー高木は一瞬触りましたが決め切りました。三平、そしてこの伊予さん、ゴールパフォーマンスです。真ん中に少し浮かして蹴りましたよね、まあ、少しこう危なかった部分あります。